大晦日スペシャル、藤井聡が選ぶ2018年の5大ニュース。週刊ラジオ表現者、藤井聡、あるがまま日本京都。この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。こんばんは、京都大学の藤井聡です。こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。奈緒ちゃん、あのね、はい、突然なんですが、はい、週刊ラジオ表現者アルバムは日本京都は本日で最終回でございます。え、どういうことですか？最終回でございますが、来年どうするかまた最後にご報告差し上げますが、じらされる。週刊ラジオ表現者は今日で最終回でございます。今年の1月1日から第1回を始めた、はい、この週刊ラジオ表現者大晦日で最終回でございます。ちょっと待ってください、追いつかないです。まあちょっと気を取り直して、はい、ね、まあ、いよいよ平成30年2018年も残すところあと2時間半、はい、この番組が始まる、そして今日終わる、ね、いろいろありましたけども、はい、なおちゃんにとって今年1年はどんな1年でしたですか？いや、今年はもうこの番組もそうですけど、はいはい、いろんな素敵な縁に恵まれた年でした。すごーい、はい、ね。この番組が始まったのが先ほど申し上げた1月1日、はい、あれから丸1年経ちました。そうですね。覚えてます？今年の最初、はい、今年はほんまやばいですよいう話を。2018年今年はやばいですよ。やばいね、から始まりましたよね。まず、はい、北朝鮮やばいですよね、うん、最悪戦争もあるって言ってたんですよね。言ってました。これはなんとか回避、これギリギリだったんですよ、水面下では回避できたんですけど、はい、世界経済やばいと、うん、で下手したらリーマンショックのようなものがあるかもなとこう言ってて、幸いにもリーマンショックそのものはなかったですけど、2月と9月やったかな、あの株価がズドーンと下がるのが2つこうありました。今年の1月の時点よりも今の12月の時点の方が、あ、世界経済やばいわいうやつがめっちゃ増えてるんですよ。海外のいろんな新聞とかジャーナルで大恐慌間近みたいな特集がいっぱい組まれてるような状況に今なってます。で、もう一個ね、今年の最初言うてたんが、まあ、自然環境やばいから今年災害多いと思いますわと、うん、これは丸っぽ、まあ、その通りになっちゃいました、になったんですよね、はい、まあ、そういう意味で、まあ、おおよそこやばなるやろう言うてた方向に着実に駒が進んできてるわけですが、はい、まあ、今年はどんな1年だったかっていうのを今日はそんな1年をこう振り返ってみたいと思います。はい、聞けば2018年の日本がわかる30分、うんうん、はい、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。高校受験の試験会場に向かう途中、タクシーの中で受験票を自宅に忘れたことに気づいた僕。大慌てになる僕に、大丈夫です。落ち着いて。お任せください。そう言ってハンドルを握りしめ、自宅から試験会場まで遅れることなく送り届けてくれた運転手さん。あの時の運転手さんのこと、一生忘れません。背中に思いやり、日本タクシー株式会社。毎度バスです。毎日大阪の街をぐる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 お客様乗せて走ってるんですけど、大阪はほんまええとこですな。都会のビルの合間に見える川や海、水の都大阪の景色をもっともっとお客様に楽しんでもらえたら嬉しいですわね、運転手さん。今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。今日のテーマは大晦日スペシャル、藤井聡が選ぶ2018年の5大ニュース。はい、ね、2018年いろいろありましたけど、ここは独断と偏見で東方が今年の5大ニュースを選びましたんで、はい、それで発表してまいりましょう。はい、それでは藤井編集長が独断と偏見で選ぶ2018年の5大ニュース、はい、第5位は、はい、救国政策ほんの少しだけ決定。
これはどういうことですか？これね、いきなりマイナーなニュースで申し訳ないんですけどね。はい。これ当方の独断と偏見ですが、ちょっとご容赦いただくとして。はい。僕が長いこと議論してきたものが、ようやく政府で形になったっちゅう話なんです。はいはい。一つは国土強靭化。うん。これ災害対策やらなあかんよう言ってたんですけど、これ12月ようやくね、3カ年で7兆円かけて、まあ防災対策をやりますよっていうのが閣議決定されたんですよ。はい。うん。で、これはね、7兆円を3年かけてやるって、長期計画でやるって、これはね、もう今の政府では、もう画期的なことだったんですよ。はい。で、もう一個ね、これもまたマイナーですけどね、いわゆるね、トラック運送法っていうのがあるんですけどね。はい。これもね、規制緩和して、めちゃくちゃなってて。はい、っていうか、うん、世の中全部規制緩和ばっかり続いてきて、世の中ダメになってますよ、という中で、うん、なんとかその規制緩和の流れと、こう、ずっと戦ってきたの、僕は15年ぐらい政府の中で。ようやく今年法律が一個通って、トラックの規制をちょっと強化して、はい、もうズルズルになんかわけのわからん業者が好き勝手するのを規制できるような方向に法律が変わったんです。まあ、そんなにかかるんですね。かかるんですよ。顔がすごい語ってる。だからそれがね、今年はね、やっぱりいろいろありましたけど、はい、この二つがポンポンと通ったっていうのは、まあいいことやなと。で、さらにね、もっとマイナーなこと言うとね、はい、自衛隊の建設事業って基地作る事業あるでしょ？はい。あれはね、一般競争入札だったんですよ。え、いくらなんでも僕はね、おかしいやろと。へぇー。いうことで、なんか悪い奴がこう、簡単にできないように、うん、やらなあかんって僕もこれ議論してて、うんうんうん、その法律も通ったんですよ。よかった。国を救う政策がほんの少しだけ決定。うん、これが今年の第5位です。ありがとうございます。はいはい、では、続いて、はい、藤井編集長が独断と偏見で選ぶ2018年の5大ニュース、第4位は、はい、第二次朝鮮戦争危機一発。これ、ね、今年はほんまやばかったですからね。いや、ほんとなんかトランプさんがツイッターでね、言ってましたよね。もうロケットマンやとか、もうなんかガキがどうやとか。やばかったです。もう行くぞ、こらってなってたわけですよ。はい。これでね、まあ確か56発やったかな。なんか何回か警報になってるんですよ、日本今年。今年始まって、しばらくそのニュースありましたもんね、いっぱい。もうミサイルボンボン飛んどったんですよ、ね。北海道の方とかもね。そうそうそう、日本海に落ちるのもありゃ、もう太平洋に落ちるミサイルもあって。うん、だからほんまに今年の前半は。やばい。やばかったんですよ。やばかったです。もうだからあの二人どっちか一人が普通の人やったらあんな感じじゃなかったけど、うん、いやほんまにやばかったんですよね。だからやばいっていうのもこれ大ニュースやし、はい、まあ、危機一髪で回避できたっていうのもまあ大ニュースやなというとこなんですよね。はい、はい、もうぜひこれ思い出してください。はい、来年いつどうなるかわからないですからね。いやいや、こういうのもほんまに。では次いきますか。はい、はい、藤井編集長が独断と偏見で選ぶ2018年の5大ニュース、はい、第3位、財務省不祥事相次ぐ。ちょっと嬉しくないニュースですね。これひどかったですよね。うん、覚えてます？まず森友の文書の公文書改ざん。めっちゃ正式な書類ですよ。言うてみたら公文書って言ったら、例えば3年 B 組に聡くん、国語4、理科5、うん、体育2とかね。あれ、通知表あるじゃないですか。はい、あれ、公文書ですからね。うんうん、うん。公文書ですからね。あれ、お母ちゃんに見せるときに書き換えたらあかんでしょ。え、ダメですよ。ね、誰でも、子供でもわかる。全部5みたいな。うん。あかんでしょ。ダメですよ。いや、そんなあかんってみんなわかって、それを財務省の役人さんがやっとったっていうことですから。信じられないですね。いや、だから何が正しいかとか、うん、わかんないじゃないですか、こうなったら。はい。ね、で、しかもなんか文書改ざんした理由がですよ。なんか役人が、なんか国会答弁で嘘ついたから、その嘘が嘘ということがバレないようにするために、文書の方を書き換えたってことですか？いや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 。いや、そんなんバレますよ。そんなんね、うん、いや、例えば僕がなんか隣のなんとかさんの家に入って財布盗みましたと。うん、で、僕警察捕まって盗んでないって言いましたと。うん、そしたら、僕のお母ちゃんが僕が盗んだ財布と同じやつ買ってきてお金入れて元戻したら、うん、サトシさんは盗んでませんですよって言うとかね、そんな、むちゃくちゃですやん、もう。いや、もうありえないですよ、ね。いや、だから、嘘をついたらあかんし、はい、かつ嘘を正当化するために、なんか事実をねじ曲げてもいけないし、はい、かつね、今言った僕のお母ちゃんとかね、例えば僕がお母ちゃんに見せる前に、なんか書き換えるとかって僕個人が悪さしてるだけの、青かお前、うん、青誰かお前って怒られてしまうじゃないですか。でも違うんですよ、これ。財務省が、組織的に、命令で、やったんですよ。
なんなん自分って。もうそんなやつ信用できないですよ、こんなやつ。ね、そんな人たちに日本任せられませんよ。任せられるか、お前ですよ。はい。で、さらに言うとね、事務次官。あれがセクハラで、なんか卑猥なことずっと記者に言ってる。テープ聞きました、あれ。聞きました、聞きました。ネットで聞けるから、今やったら聞いて。うわ、気持ち悪いって感じで。で、あれでしょ、言った覚えありませんみたいなこと言ってた。言ってもう、お前、いや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 。お前の声やんけ、お前。入っとるやないか。お前の声やんけってことでしょ。はい。で、あれが財務省の一番偉い人ですよ。わけわかんないですね。ほんで、かつその財務省で一番悪いやつやのに、大臣も内閣も辞めささないんですよ。なんで辞めささへんねん、お前。ほんまそうですよ。でも、大臣も辞職しないしね。うん、だから、まあまあ、これがいいんだよ。で、これぐらいって、お前、みたいな。財務省も嘘ばっかりついてたと。で、僕は学術的に、例えば消費税とか、経済政策で財務省が嘘いっぱいついてることを僕はずっと学者として言い続けてるわけですよ。嘘ついてるやろ、お前。と、財務省、このペーパーねじ曲げてるやないかってことやってるのに、うん、はい、論文で、対抗するかみんなわからないでしょ、うんうん、なんか、あ、どっちが正しいんかなって、藤井さんこう言ってるから財務省こう言ってるから、まあなんか財務省の方が正しいんかなと思ってはるという、うんうんうん、どっちか言ったら僕は濡れ衣を着せられてたわけですよ。藤井はまたなんか噛みついて、また嘘ついてんちゃうのお前みたいな。違う、こいつが嘘なんだと、うんうんうん、いうのがね、はい、白日のもとにさらされたこの一年だったなと。嘘をついてたの僕じゃない。財務省が嘘をついてたんだと、うん。いうことが明らかになったので、第3位にしました。はい。独断と偏見で選ぶ第3位ですからね。はい。だからね、財務省の方はね、ぜひね、反省してもらいたい。それでね、もう嘘つかないように。いや、もう、ね、そこは徹底しないとダメですよ。うん、増税したら、かえって景気悪なって、うん、もうなんか税収も減るから、うん、増税本当はダメですね、と思ってる子絶対いるんですよ、財務省の中に。うんうん、僕の本とか読んでね。うん、で、いるんです。僕知ってるんですよ、財務省のこの中で、出向してる子とかで僕の話聞いて、藤井さん抜いてることはほんまですね、って言ったやつおるんですよ。うん、そういうこと戻ったら、藤井さんはおかしいとかって言うようになるんですよ。腹立つな。だからね、ちょっとね、反省してもらいたい。ぜひね、この曲でも聴いて反省してもらいたい。これあのね、チェインギャングっていう曲なんですけどね。はい。チェインギャングっていうのは囚人さんのことなんですよ。ヨーロッパとかアメリカの漫画とかやったら、囚人さん足にこう、鎖繋がれて、はいはい。横棒のボーダーの服着て、うんうんうん、囚人さんがどんだけ反省してるかっていうのをね、ぜひこれを聴いてください。ブルーハーツのチェインギャングです。あるがまま日本京都。荷物を運ぶ、それは単に荷物を運ぶことだけではない。その荷物に込められた送り手の心を届けること。大阪に生まれ関西一円、そして全国へ。これからも地域とともに歩む運輸と倉庫という仕事に情熱を込めて、人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。大阪駅までお願いします。今日からタクシードライバーになりました。お客様が初めてのお客さんです。そう言って会話が続くタクシーの中、目的地到着。お客様の元気な声で何かいい日になりそうです。ありがとうございます。こちらこそ頑張ってください。乗らせてもらってよろしいですか。夢や希望も一緒に走っています。日本タクシー株式会社。ブルーハーツでチェインギャングお届けしました。はい、これね、財務省の皆さん嘘ばっかりついて、それでセクハラしてんのしてないとか言って、うん、もうで行政の中で嘘をつきまくってる、そのせいで日本がダメになってるっていうのが僕はずっと一貫して言ってることなわけですけど、はい、それが今年はもう証明されたような年だったわけですよ。うん、だけど彼らはもう嘘をずっとつき続けて
いてて、で、しかも自分の御用学者にさらにその嘘を上塗りするような嘘をつかせ続けてるっていう、もう恐ろしい奴らなんですよね。はい。ほんまにね、こういうね、嘘をつくと世の中って歪むんですよ。だって本当のことじゃないんだから。そうですね。で、権力者の財務省が嘘をついたら、それは歪みますよ。そりゃそうですよ。それで動きますからね。うん、そうなんですよ。まあ、少なくとも、でもこれ聞いてくださってる方は、悪い奴やな、ってこうね、あちら悪い奴やな、ってこうね、思って、うん。まあ、中にはね、財務省のやつ全員が悪いってわけでもないし、僕も何人も知り合いがいてるし、はい、心ある奴もいるんだけど、やっぱ省として嘘をつく体質っていうのがね、あって、これ本当なんとかしなあかんな、と。うん、思うんですね。改めてほしいですね。はい、本当そうです。はい。はい、では、気を取り直して、はいはいはい、藤井編集長が独断と偏見で選ぶ、2018年の5大ニュース、はい、第2位。自然災害の猛威連発。いやー、これは本当にね、いっぱいありました。今年の一時災いですからね。ね、振り返ってみたらいっぱいありましたもん。まあ今年は地球温暖化になって、で、日本の海が暑くなってるから、大雨いっぱい降って、人がたくさん死ぬやろうと。まあ、いうこと僕ね、これ1月1日から申し上げてましたけど、まさにそうなって、西日本豪雨で、もう、観測史上最大の雨が、もう100箇所以上で降って。いや、もう本当に。200人ぐらい亡くなったし、台風21号もエグかったですよね。京都もその御所の木屋とか、うん、うちの家の裏の建君神社の木屋とかもバッキバキに折れて。もう今でもね。もうちょっとひどいですよね。あれ元に戻るのにもう半世紀ぐらいかかんちゃうかぐらいの。立派な木ですからね。で、関空は停止するし、で、北海道は、今度地震もね、いっぱい起こりますよ。はい、北海道と大阪。で、地震も今年、こんな記事申し上げたの覚えてますかね。あの、地学的にいろいろと調べると、今年は地震が多い年やと、いうのがある物理学者が言ってたんですよ。で、これはもうほんまかどうかわからないけど、今年はそういうの経過しなあかんなと、まあ、言うてたところ地震が本当にたくさん起こりましたよね。はい。で、北海道はもうブラックアウト。ね、ブラックアウトなんて知らなかったでしょ。いや、もう。はい。もう完全に真っ暗けっけ、うん。これがもう2月とかやったらもう、極寒の地ですから、はい、もう何千人と死んでたんちゃうかって。いや、もう本当にそうですよ。言われてて。で、これ、今表現者くらえてるんでも論じてますけど、要するに僕らの政治のやり方が、はい、あかんかったからこんだけ被害を受けたわけですよ。これ地産地水ちゃんとやって、エネルギー対策もちゃんとやってたら、今起こってる被害はもう5分の1ぐらいになってたはずですよ。うん、おっしゃってましたね。うん、そうやけども、地産地水の防災対策費の予算はもう、この政府はもう、自民党政権、民主党政権、あの現安倍内閣まで含めてずーっと削ってますしね、民主党よりも若干増えたかもしれへんけど、昔に比べてまだ半分程度しかやってないし、で、12月にちょろっと予算出したとか言ってますけど、7兆円ぐらいやったらどこまでできんってわかんない。とこですしね、でエネルギーの問題だってもうこうなるのが分かってるのに電力自由化とかって言って電力会社に競争させて防災対策する邪魔立てしてるんですよ今の政府は。だからねもう要するにこれはね今の政府の政治のやり方に天罰が下ってるんだというふうにね僕は思うし心ある人はそう思うのに今の政府はそう思っている側面は一部がありますけど、うん、十分に思ってると僕は思えないですね。お金のかけ方ね違いますよねかけるところが、うん、本当にそうなんですよね。だからね、うん、これはもうやっぱり我々真摯に今回のこの災害を真正面から捉えなあかんとそういう意味で僕はこれを第2位にしましたです、はい、それでは藤井編集長が独断と偏見で選ぶ2018年の5大ニュース第1位は？はい。発表させていただく前にコマーシャル。この街の日常を守るため私たちは走り続けます。送迎バスを中心に多彩なバス事業を通じて社会に貢献してまいります。正義のヒーローのような派手さはないけれど当たり前が当たり前であるために日々この街を支え続ける。それが私たちの誇りです。私たちは北港観光バスです。さあここでラストの問題。大阪運輸倉庫って何の会社？大きな荷物をいっぱい運んでくれる。大きな荷物をいっぱい保管してくれる。
人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。では編集長じらされましたが、はいはいはい、独断と偏見で選ぶ2018年の5大ニュース、はい、第1位は、日本を破壊するグローバル企業の優遇法が軒並み成立。うん、これわかります？これこれどういうことですか？これね、要するにね、移民法が通ったんですよ。いわゆる移民法。ありましたね。ね、入管管理法ですけど。はい。これから、水道を自由化するように法律変わったんですよ。うん、あ、はい。うん。で、それから、漁業法も変わったんですよ。ほう。漁業の。それから、種子法、農業の種子法もなくなったし、はい。IR 実施法もできたんですよ。IR 実施法。これね、何かっていうとね、これ全部、うん。大企業が日本でビジネスできるように規制緩和する法律なんですよ。ほー。あの移民法は、あの大企業が得する法律なんですよ。うんうん、賃金下げれるじゃないですか。外人さん、洋さん来はったら、安い労働者雇ってええし、うんうん。で、これ、外人さん入ってきひんかったら、数少ないでしょ、日本人。それからもう、奪い合いが始まるので、労働賃金がだんだん高くなっていくんですよ。ですね、それがデフレ脱却だし、うん、僕たちの暮らしを豊かにする一番いいチャンスなんですよ。だから人手不足って僕たちにとってチャンスなんですよ。はい。労働者にとって。だって今すっごい安いんですよ、今給料。昔の、だから20年前と比べて僕たちの所得って額面上130万円減ってるんですよ。腹立つでしょ？いやー、なんだそれ。で、それがようやく人手不足になって、ようやくちょっと元に戻り始めた時に、はい。これ嫌がるやつがおるわけでしょ。大企業ですよ。うん、いや、あんな賃金上げんの嫌やな。外国人入れたら安でいけるやんけ。悪い。悪いわ。悪いやつおるわけですよ。でもそれをね、ずっと官邸に、いや、ちょっと俺ら、賃金上げないから外国人入れてくださいよ。おわかった、やばいみたいな、こう、もう、越後やお前も悪いよの、みたいな話が、こう、赤坂や六本木やないわからへんけど、こう、まあ、あるんじゃないかと。はい、これがもう、移民法でしょ、うん、か水道自由化、漁業法、種子法ってこれ何かっていうと、要するに、水道のメジャー企業って、ベオリアっていう大企業が世界にあるんです。はい。例えばね、ベオリアとかいくつかありますけど、そういうのが、日本でビジネスを、今できないんですよ。はい、ところが、今回法律変わったから、そいつらが、ビジネスできるようになったんですよ。ああ。で、僕ら水道料金払ってるでしょ？はい。そのお金は今、日本の京都市水道局とかに入ってるわけですよ。うんうん。そしたら、それが美味しいなと思ってるわけですよ、外国の多国籍企業が。うん。俺も商売させてくれ、俺も美味しい耳させてくれよ、おい。って言ったわけですよ。ほいで、おいっすいっす、じゃあ、法律変えますわ。あえて変わったのが、この水道自由化ですわ。うん。さらに言うと、漁業法がだってそうですよ。漁業っていうのは、あの、漁業権っていうのがあって、そこの漁師さんたちの権利だったんですけど、はい。はい、それなし、はい、やめて、はい。これから大企業も入れるよって言って、なんかもう大企業が入れるようになってくるんですよ。あ、もうなったんですか？なったんです。で、さらに種子法っていうのは、これは日本の種？種ってね、これあの、農業するのに絶対いるじゃないですか。いりますね。で、それは、今までは、行政が管理してたんですよ。はい。ところが、はい、行政管理するのやめ、はい、これから民間でやってちょうだいって。ほう。そしたらもう世界中にモンサントとかってもう何兆円企業っていうのがあるんですよ。で、そいつらがそこに、はい、じゃあ俺ここで金やらせてもらいますわ、って。要するに僕らが魚食うときも、野菜食うときも、水飲むときも、僕らが払ったお金は日本人に入ったところ、これから大企業、しかも外人の大企業に流れていくんですよ。え？日本どうなるんですか、それは。いや、だからそうやって日本が潰されていくわけですよ。だから言ってるじゃないですか。日本を破壊するグローバル企業の優遇法が軒並み成立ですよ。そういうことです。で、さらに IR 法って言ってね、IR ってこれカジノです。カジノできる企業って日本企業にないので外人企業。ないですね。はい、カジノをやるイコール外人さんを儲けさせるってことなんですよ。今の政府は、国会は、外人を儲けさすように法律をいっぱい成立させてるんですよ。意図はさておき、そういう結果になってるんですよ、そういう意図があったとしか思えないですね、これは。いや、もうこんだけ並べたらそうですよね。そうです。もう最悪ですわ。本当ですね。はい。いや、最悪です。年末にこんな最悪な、はい。はい。これが第1位です。いやいや。で、この法律が成立して、来年から僕らの金が外人さんに抜かれまくります。いやいや、もう、ちょっと、抜かれまくります。ありえへん。はい。という、5大ニュースでございました。いいニュース何一つない。ところでね、この5大ニュースの番外編で一つね。はい。ニュースを追加したいと。はい。思います。2018年5大ニュース番外編。12月28日、藤井聡内閣官房参与辞任。え？
辞任されたんですか？はい、今まで6年間、はい、いろいろとね、内閣官房参与で法律の話だとか、はい、やらせてもらってましたですけど、これからますます本部の学級言論、それから日本のためのこの言論がとりわけね、うん、大事な局面だなと僕今思ってますが、やっぱり今申し上げたような五大ニュースの内容とか見ても、やっぱりこれから国民の皆さんにご理解いただくことも大事になるじゃないですか。はい。この今の日本の問題を研究することとか。だから、これまでの仕事も一段落つきましたし、先日総理とも40分しっかりとご相談させていただいて、まあ、年内いっぱいで参与の方を辞職させていただきますということになりました。で、12月28日に辞職届出させていただきましたので、はい、これからも京都大学での本文を徹底的に注力させていただくと同時に、はい、この番組含め正しいと信じる言論をあるがままに発信してまいりたいと思ってございます、はい、これからもじゃあね、はい、ますますよろしくお願いします、はい、でお願いいたします。でね、これ番組冒頭で今日が最終回と言ってたんですけども、はい、来年からはもう全く同じスタッフでもう全く同じスタジオで1ミリも変わらないこのテイストで、たださらに内容を充実してバージョンアップして、はい、リニューアルいたしますから、はい、すんごい楽しみにして待っておいていただきたい。さらにパワーアップした、はい、藤井聡と奈緒ちゃんが、はい、こうガンガンとこう情報を皆さんに提供していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いしますね。よろしくお願いします、はい、1年間本当にありがとうございました、はい、あと2時間と少しですが、はい、皆さん良いお年をお迎えください、はい、本当にね、今年お世話になりました。来年からは新規一転、さらにラジオ番組も表現者クライテリオンも充実させてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いします。では良いお年を。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。